藤野康文君。藤野君。日本共産党の藤野康文です。私は保護処分についてお聞きします。配布資料1を見ていただきたいんですが、現行法はですね、24条で、こういう条文になっております。で、これに対して改正法は下の64条で、特例を設けておりまして、この犯情の軽重を考慮してという文言が加わっております。配布資料2を見ていただきますと、この犯情という言葉は、現行法にもあるんですが、有名なのは刑法27条の2、刑の一部の執行猶予に関する規定で、この犯情の軽重というのが掲げられております。ですので、なんで犯情の軽重が考慮事情として入っているんですかというのを説明した資料がこれでありまして、そこにありますように、刑事責任に見合った刑を科すという観点から、この犯情という言葉が用いられているということが説明されております。で、この刑事責任に関する文言が、保護処分である、保護主義に基づく保護処分の条文に盛り込まれたということになります。配布資料3を見ていただきますと、昨日の、参考人質疑で、須藤参考人が配布していただいた資料で、犯情は、そこに一番上にありますように、刑事責任の軽重を基礎づける概念でありと、で、保護処分の本質と犯情概念は相容れないのではないかという、指摘、そして要保護性の観点が後退するのは明らかだという指摘がされております。で、これ、須藤参考人だけではなくてですね、法制審の委員でもいらっしゃった河井出参考人もですね、別の言葉でこうおっしゃってます。正当化根拠、このですね、陳述の際に河井出参考人こうおっしゃったんですね。同じ保護処分という言葉が使われていても、18歳未満の者に対する保護処分とは、その正当化根拠をことにするものであるというふうに冒頭おっしゃって、で、私がそれについて詳しく聞きますと、こうおっしゃったんですね。その正当化根拠が異なるというのは、保護原理ではなくて、いわゆる侵害原理と言われますが、法益を侵害したことに対する非難として一定の権利を制約する、そういう原理に基づくものですので、その意味では、従来の保護処分とは違って、刑罰に近づいたと言われれば、それはそうだと思いますと、こう質問なん、お答えなんですね。私は、今回、この犯情という言葉が入ることによって、18歳、19歳の保護処分は、同じ保護処分という言葉だけども、刑事処分に近づくんじゃないかと聞きましたら、それに対して、河井参考人が、刑罰に近づいたと言われれば、それはそうだとおっしゃったわけであります。大臣、お聞きしますが、これ、17歳、18歳は今までの保護処分だと思います。17歳まではですね。しかし、18歳、19歳については、今回、犯情という刑事責任に基づく文言で刑重を考慮すると。これは、その河井出参考人が言われたように、刑罰に近づくと、そういう理解でよろしいですか。上川法務大臣。委員ご指摘のこの 法律案におきましての、犯情というこのことについてのご質問でございますが、この法律案におきましては、18歳以上の少年に対します保護処分につきましては、犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととしているところでございます。この限度を超えないということは、限度を上回らないという趣旨でございまして、裁判所は犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲であれば、範囲内であれば、責任の重さに応じて科される刑罰とは異なり、対象者の要保護性に応じて処分を選択することになるところでございます。また、18歳以上の少年に対する保護処分につきましては、応報として科される刑罰とは異なりまして、もっぱら少年の健全育成を図るということのために科すものでございます。従いまして、18歳以上の少年に対する保護処分は、刑罰とは法的性格が全く異なるものでございます。そして現行少年法の保護処分におきましても、犯罪事実の軽重と処分の間の均衡が考慮されていると承知しておりまして、
処分の上限を画するときもに、まあ、犯罪の軽重を考慮するとしても刑罰に近づくものではないと考えられるところでございます。藤野康文君、それは参考人の理解と全く違うんですね。で、私は刑罰そのものだとは言ってないんです。17歳までの方向処分と違って18、19は刑罰に近づくと参考人おっしゃってるわけで、同じ認識かって聞いたわけですね。でしかも上限を隠するとおっしゃいましたけど、問題は上限を隠するかどうかじゃないと思うんです。その根拠なんですね。保護処分というのはやっぱり人権を制約します。その制約していい根拠は何なのか、それは現行法は要保護制なんです。しかし今回18歳19歳についてはその正当化の根拠に刑事責任を持ち込んでるんです。それはこの犯情という言葉なんです。原理が違うんです。原理が違うというところが非常に問題であって、その細かなね、現行法の規定のその曖昧さっていうのはあると思います。ただ私一番の問題は今までの考え方と違う考え方を持ち込んでるってことなんです。今日もですね、与党議員から早速もう5年後の話も出てきました。要するにこういう原理を持ち込んだことによって今後それを広げていく危険性が生まれるわけなんですよ。大臣、その懸念についてはどうお答えになりますか。上川法務大臣。保護処分ということにつきまして、対象者の権利、自由の制約という不利益、これとのはもうであるため、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる18歳以上の少年につきまして、犯した罪の責任で照らして、強要される限度を超える処分を行うことは、法制度としての許容性、相当性の点で、慎重であるべきと考えられるところでございます。他方現在の少年事件におきまして、実務の運用上も、一般的に犯罪事実の軽重と処分との間の均衡、これを考慮して処分選択が行われているとされておりまして、また一般的には、犯罪事実の軽重と要保護性は対応を相関しているとの指摘がなされているものと承知をしております。そうしますと、犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない、範囲内という制約があるとしても、家庭裁判所の実務上、要保護性に応じた適切な処分選択を行うことに、直ちに支障が生じるものではないというふうに考えております。藤野康文君。ですね、こういう異質の原理を持ち込むこと、それが今後の足場になっていく危険性、これについて私、お聞きしたんですね。ですから、そういう、こう、保護主義と相容れない刑事責任、刑事原理、まさにこれ、河出参考人はやっぱり正確におっしゃったと思います。そういう意味では、これ、刑罰に近づくもの。であり、それが今後どんどん広がっていくのではないかと、少年法の保護の原理というのを蝕んでいくのではないかということが問われていると思うんですね。で、今、大臣、実務の運用上とおっしゃいました。ちょっと実務の運用上見ていきたいと思うんです。最終資料の3、あ、すみません、3でですね、4ですね、すみません、なるんですが、昨日、参考人質疑で須藤参考人も、2000年の少年法改正以降、実務がやはり変わってきたという指摘もされました。これ日弁連も同じ指摘をしております。で、配布資料の4というのは裁判所職員総合研究所研修所というところが出している総研処方と2004年なんですね。ですからこれ2000年の改正を受けて、その少年法20条2項をどういうふうに、運用しようかと実務上検討しているんですね。そこでどう言ってるかというと、刑事処分以外の措置の強要性を検討するにあたり考慮すべき事情は、事案の重大性に着目して原則検察官送致と規定した法の趣旨を踏まえると何よりも事案に関する事情であるということになると。で、従ってと言いますけど、従って少年の資質および環境に関する面から見れば刑事処分以外の措置を選択したいと考える事例もあろうが、そのことのみによってそのことのみをもって処分を決めることができるものではなく、あくまで事案に関する面を中心とした検討の結果、特段の事情が認められた場合でなければならないことに留意する必要がある。で、下の方に平成19年度の、実務研究会も紹介しております。その少年の性格、年齢、行状および環境等の事情については、犯行動機の形成や犯行対応に深く影響したと認められる範囲で考慮するにとどめるべきであるということになっているんですね。つまり
要するに刑事処分以外の特段の事情を認めるかどうかっていうのは極めて限定的なんです。極めて限定的。そしてしかも仮にその特段の事情が認める場合でももう一つ役割まして、先ほどの15年の方の下の方なんですけどね、その特段の事情が認められる場合にはさらに刑事処分と刑事処分以外の措置等を比較考慮し処遇選択を行う。ただしその場合でも法の趣旨を踏まえ被害者の死という重大な結果を生じた事案であること、事件であることを念頭に置いた検討が必要である、こうなっているんですね。つまり刑事処分以外の保護処分などにするには特段の事情が必要で、それは極めて限定的だと。でそしてその限定的な特段の事情が認められたとしても被害者の死という重大な結果を念頭に置いた検討を行えというのが、こういう研究会で繰り返し議論をされているわけです。で再考察をしますけれども、これが今の死亡事件についての、研究ですね。これは今回死亡だけじゃなくて短期1年以上の刑につい罪についても広がるということなんですが、これ同じような考え方でやられるのか、それとも異なってくるのか、これどうなんだ。最高裁判所手島家庭局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、家庭裁判所調査官を対象といたします研究会におきまして、ご紹介にありましたような2段階の検討を経て判断するという考え方が議論をされたということは承知しておりますが、実務上特定の確立した方針といったものがあるということではございませんで、裁判官を含む実務家等の論考におきましても、犯行の動機および対応、犯行後の状況、少年の性格、年齢、病状および環境その他の事情を総合考慮するという考え方や、総合考慮をする中でも犯情の悪質性を重視するといった考え方などさまざまな考え方があるところと承知しております。裁判所としましては、いずれにせよこのような議論があることを踏まえつつ、引き続き、法の趣旨に即した適切な運用に努めてまいることになるものと考えております。藤野康文君。いや、なんだかよくわからないんですけども、実際にはこうやって厳しくこう刑事処分以外にはいかないようにしているわけですね。先ほどちょっと気になったのは、与党の議員の時に刑事局長の答弁でですね、逆走の数字や割合について答弁されました。ちょっと今いらっしゃらないので大変恐縮なんですけれども、これは元データはこの起病紙のですね、190ページにあります、いわゆる一般保護事件総数が出ております。大体同じなんです、先ほどのと。194ページには、同じ起病紙の194ページには、その送致された、数も出ております。これはもうぴったり一致してるんですね。ですから、これが分母であり、分子だと思います。けどですね、これ、一般保護事件っていうのはもう万引きとか、その要するにもう、初めから逆走が問題になりえない、ならないものも含んでいるわけです。それがまあ確かに数千ありますよね。でそのうち100あたりが逆走されたっていうんですが、それが分母でいいのかと、やっぱりですね悩むわけです。先ほど火災で議論した特段の事情があるのかどうかっていうね、これはそれなりに悩むわけです。ですから本来逆走率っていうのは確かに条文上は死刑懲役または禁錮ですから、いろんな分母ありうると思いますけど、やっぱり実務上その特段の事情をめぐって議論してるわけだし、調査もされてるわけですから、本来そういう悩んだ事案と、そして実際の分子のでやるべきだと思うんですが、刑事局長はそういう数字をお持ちですか。川原刑事局長。お答え申し上げます。私先ほど北川委員のご質問に対してでしょうか、数字をご紹介申し上げましたが、その答弁の際申し上げましたように、最高裁判所の資料によって答弁しておりまして、ご指摘の数字は持っておりません。藤野康文君。最高裁はお持ちですか。最高裁判所手島家庭局長。お答え申し上げます。お尋ねの点につきましては、市としてその判断のを担当する者の主観にわたる部分もございまして、そういったも関係での統計資料は最高裁の方でも持ち合わせておりません。藤野康文君。ですから先ほどの一般もう万引きとか入れた一般の総数総人員で母体にすると 1% とかそういうことになるんですけど、
そうではなくてですね、実際の逆走、例えば死亡事件の中で実際に逆走されたのはどれぐらいなのかとか、重大事件の中での逆走率というのを見ないと、私は実態はわからないというふうに思います。で、実態は先ほど見たように火災の研究会でですね、るるこうやって特段の事情というものが狭く狭くこう議論されてるんですね。で、これがもし短期1年以上の刑もその通りだということになると、本当にどうなっていくのかと、先ほど総合的判断とおっしゃるんだけども、実際にこういう議論が、実務が、大臣実務とおっしゃったけど、実務が積み重ねられてるんですよ、こういう形で。ですから大臣お聞きしますけども、こうしたその最高裁も法務省もまあ、データもないもとでですね、これ実際短期1年以上に広げた場合、こう本当の意味での犯罪の刑長を踏まえた、あるいは要保護性を踏まえた調査っていうのはできるんでしょうか。上川法務大臣。ただいまご質問のベースになる現行の少年法の規定でございますが、20条の第2項の正し書きにかかる事柄であると理解をしているところでありますが、この正し書きにつきましては、原則逆走の例外を定めるというところでございまして、その趣旨は、重大な事件につきましても、個別の事案に応じた最も適切な処分をするため、家庭裁判所の判断によりまして、逆走せずに保護処分を選択できるようにしたものでございます。そしてこの同項の正し書きにつきにおきましては、調査の結果と規定されており、十分な調査が行われるということを前提としております。で、その趣旨は、18歳以上の少年にかかる原則逆走対象事件についても、同様に妥当すると考えられることでございまして、本法律案では、これを少年法の第62条第2項の正し書きにおきまして、現行法と同様に調査の結果などと規定した例外規定を設けることとしているところでございます。質問者から挙手が上がっていますので、お待ちください。藤野君。しかしですね、実際は同じ条文でですね、もう期間も決められてるんです、上限も決められてるんです、あくまで行為責任の範囲内で、そのいかに処遇するかっていうのが今回の18、19歳なんです。これ17歳ないんですよ。17歳は期間を決めないんです。その送ると保護観察するとか少年に保護処分にするということだけ決めて、どれぐらい時間かかるかっていうのは実際にやってみないとわからない。昨日の参考人も審判の段階で本当に内省するっていうことはそんなに多くないと、やっぱり信頼できる大人に出会ってそして変わっていくんだっていう話もありました。やっぱりそこを見てみないと期間ってわからないんですね。けど今回は64条で期間が決められている、未決交流期間まで参入できるとされている、要するにもっと短くできるわけですね、実際の少年のいる時間を。ですから全然違います。もう一つ調査が同じだとおっしゃいましたけど、私レクでお聞きしたらですね、64条の犯情の軽重を考慮、どういうふうに考慮するんだって聞いたらですね、犯罪事実が中心なんですけども、犯罪事実っていうのはやっぱりその火災調査官は犯罪捜査権ないので、実際にはもう警察の資料とか検察の資料とか、あるいは裁判所が収集した犯罪事実に関する証拠などを見て判断するというふうに説明いただいたんですね。つまり捜査記録などに依存することが多くなると。で、他方そういう犯情以外のいわゆる少年の性格年齢行事及び環境等については、先ほど見たように2007年ので見たように深くその犯行動機の形成、犯行態度に深く影響したと認められる範囲で考慮するにとどめるべきって、こういうふうに実務でなってるわけですよ。ですから十分な調査と今それは変わらないとおっしゃったけど、大きく変わるんですよ、犯情という言葉が入ることによって。で、文言上は犯情しかないんです、その他の事情なんてないんですね。ですから今度の保護処分というのはまさに17歳までの保護処分とは全く異質のものだと。で、こういうものを持ち込むことによって、その17歳も含めた少年法のあり方全体が歪められる危険が非常に大きくなる、このことを指摘して質問を終わります。次に串田